またね自分が好きなもの好きなカラー好きなサイズをですねまあ選んでチョイスっていうかさはいえー、とですね今日はですねこちら無印良品の水筒から入るんですけれどもカーンってね落としたのさ高さ的にね7 0センチぐらいのところからカーンって落としたら見事にねこうへこんじゃいましたねへこんだかなと思ってパッと見て大丈夫かなと思ったらなんかすっごい綺麗にっていうかね へこんじゃいました、まあへこんだとしても水筒としての機能はそんな問題ないと思いますしなんかこれもねこうなんか愛,愛着まではいかないけれどもまあよりねこうオンリーワンになった水筒なんじゃないかなと思っておりますこのへこみこのさこのステンレスっていうんですかこのシルバーのものって結構ガシガシ使ってもさかっこよかったりしますよね。 ととと言いいい聞かせててうことでございまして今日何をしたいかと言いましたらですね、えー、今週末になりますねユニクロ U2020 年の秋冬コレクションがですね、まあ、ある程度、まあ、バーンと出てくるということでございましてその最終チェックでございますまあね前回見た時と多分気持ちの面で変わってるところもあると思いますし実際まあこういったね、えーまあ、これは春夏のアイテムなんですけれども秋冬に向けたアイテムも、まあ、アイテムとして買ったものもあるので まあそしたらこれ持ってるから秋冬はスウェットパーカーちょっとスルーしようとかまあそのあたりも含めてですね行こうと思っておりますでその前にまたねこちらでございますユニクロのさこの冊子っていうかこう見てたらまあ今年僕どちらかといったらこういったブラックやっぱブラックベースで行こうかなと思ってるんですよでこういったねカーキのパンツとか合わせてもいいかなと思いますしまあブラックコーデでもいいかなと思ってるんですけれども これ見てたらちちょっっっっとやっぱこうううカラーもんってんんでですすかそのたりも気にななゃうわけなんですよただね、そんなに、ね、着るかっていうと多分そんな着ないと思うんですよね。実際、このさ、ユニクロ U のマスタードのこのね秋冬のカラーになるのかな、新色で出たものを買ったんですけれども、久しぶりに着ました。そんなに着てない。ただ、色的にはめちゃくちゃ好きなカラーなんですよ。めちゃくちゃ好きなカラーなんで。 着なななきゃいけないけなけと思ってるんですけれども実際着るのはやっぱ黒とかやっぱ白とか、まあ、ネイビーもそうなんですけどもその辺り多いかなっていうふうに思ってるんですけれども多分こういったカラーもやっぱ取り入れたいんですよただ頻度的に着るかって言ったら着なくなっちゃってはいるんですよねあとこれ見てたらこれがねかっこいいなと思ってプラス J プラス J のです、ね、アイテムのこのシャツでございますこのシャツはね こうぜひね言っておきたいなと思ってます肥沃、肥沃で切り返しになりますね実物みたいですねこれ 2, 月2月じゃなくて、えー、秋、えー、発売ということで3990円プラス税でございますねエクストラファインコットンファインコットンオーバーサイズレギュラーカラーシャツということでございましてちょっとこの辺りね白シャツね白シャツやっぱいいですね もう白シャツにこういったパンツ合わせたりだとかなんかさそんな感じでもう着たいなとか思わず、まあ、デニムとかでもいいんですけれども、まあ、い,いや、まあ、これね見てたらでも本当いろいろあいろんなコーディネートとか着こなしあるなとか思っててちょっとほんといろいろ欲しくなっちゃうけれども、まあ、カラーはね今年はどちらかと絞りたいっていうふうに言ってたんですね。 はいまあどうなることやらと思うんですけれどもじゃあねユニクロ U 早速ね見ていこうと思います録画開始でございますでえー、っと2020年秋冬コレクションということでオンラインストアと全国のユニクロ店舗一部店舗を除くでフルラインナップ扱い店を拡大拡大なんですよで、えー、もともとね僕あの近くのユニクロは まあ大型店舗ということでございましてまあ、大体こうフルラインナップあるよっていう感じのお店だったんですけれどもこれでね、えー、改めて再度確認してみたらですね山口県の方もですね下関市でプラス2店舗増えましたね C ーモール下関と調布店ということでございましてこれはね、えー、いいですねいいですねこうどこ行ってもってわけじゃなくても近くのユニクロにまあ、いつもだったら大型店舗にしか空いて ね、こうそこに行かなきゃいけないけれども、まあ、たまに寄ったところのユニクロにまたフルラインナップがあるとなるとなんかちょっとこう幅が広がるというか、まあ、在庫の残り方も変わってくるじゃないですかあそこもうあの店舗ではこのアイテムのカラーでこのサイズはないけれども別のところ行ったら、まあ、そのたりもねまあまあそれはいいやということでね、えー、見ていこうと思うんですけれどもまず早速ねあのセーター多分今年着ないなというふうに勝手に確か思ってたはずです。 ただこれね見てたらやっぱこう欲しくなっちゃってきてるんでセーターもちょっとあとあとでね見ていこうと思いますテーラードジャケットもねかっこいいんですけどね結局着ていく場所がないんですよねでまあコートとかも見てやっぱこのコーデュロイはほんと今年ね気になっております気になってるけれどもなんかこうストライクっていうかさ絶対これっていうのにねまだこう出会えてないというか見つけきれてないというかですねなるんですけれどもこのユニクロ U の コデデュロイパ,パデットブルゾンっていうのはかっこいいなと、えー、コットン100のコーデュロイに中綿をプラスということでございましてでただねこのねここのところがねゴムなんですよねゴムリブというかゴムになってるんでそこら辺が実際こう着た時のここの膨らみとかいうのがねどうなのかなっていうふうに思いますしあとサイズですねこの、えー、モデルさんが身長1 7 1 8 6センチで L サイズを着ててこういったようなシルエットになって。 まあそこのところで、まあ、L なのか M なのか言、まあ、ったいきたいから L なのか、まあ、M でもゆったりなのか、まあ、そこら辺がちょっとね実際着てみてですね行きたいなと思っております。でえっと前回はこういう風に多分ね全体的に見られんかったはずなんですけれども今回ちょっとほんと詳細見られるんでずっとこうね見入ってるわけなんですよ。 なんかさやっぱ秋冬のまあまだまだ暑かったり、まあ、最近ちょっと朝晩冷えるんですけどもちょっと涼しいなと思うんですけれどもやっぱね時期がつく近づくにつれですねちょっとほんとね秋冬のアイテムね、まあ、欲しいなっていうふうに思ってきてしまいますよねこれでもちょっと今一瞬気になった前も前言ってたかわかんないけどもこれダブルジップじゃないですねダブルジップだったら絶対最高だなっていうふうに思いましたねダブルジップ だったらより良かったなと思うんですけれどもこれはねちょっと実際ほんとチェックしていきたいと思っております7990円プラス税でございますでそれからですねえー、っと気になるアイテムはリサイクルダウンジャケットもこれ男女兼用みたいな感じでこの女性のモデルさんも着ているんですけれどもこの辺りもですねちょっとほんと気軽に着,着られるダウンジャケットみたいな感じでですねいいかなっていうふうに思ってますねえー、っともし買うんであればダークグレー もうオレンジとかブラウンとかまあ気になるのは気になるんですよグリーンとかもかっこいいなっていうふうにこれでもねこのグリーンはかっこいいなと思います好きなこうミリタリーのカラーなのでかっこいいなと思うんですけれどもまあこれだったらダークグレーとグリーンかなブラックがあったらブラック絶対いてたと思うんですけどもいてたっていうか欲しいなと思ったと思うんですけどもこれも実際でも見てみないとわからないな着てみないとわからないなというふうに思っておりますこれがまたまたねこれダブルジップやっぱダブルジップ欲しくないですか ダブルジップやっぱ、ダブルジップだったら、あ、まあいいや、でもでもね、ダブルジップいいっすよね。ダブルジップじゃないんですけどね。で、あとね、気になるアイテムが、これね、あの友達もですね、えー、いいなっていう風に思ってて、僕だったら多分 M になると思うなっていう話もしてたんですよ。いや、まあ、ブラックあるんで、実際これもね、チェックしていこうかなっていう風に思っておりますね。まあ、L はさすがに大きいと思う、僕は。 えと何年か前にユニクロの普通のこう、ね、こうロングコート買ったんですそれは L 買ってるんですよ、まあ、ゆったりできてたんですけれどもただユニクロ U となるとダブルフェイスオーバーコートってなってるぐらいなんでおそらくゆったり結構大きめな感じだと思いますので、まあ、僕だったら多分間違いなく M かなっていうふうに思ってます、まあ、実際ね発売して、まあ、試着の本もですねしていきたいなと思ってますけれども、まあ、買うか買わないか別の話でございます サイズ見てもねコートってやっぱ実際こうまあ今多分試着しに行っても T シャツもしくはロン T の上から着てるじゃないですかまあ冬になったらまたちょっと中も厚くなったりとかほんとこれそれこそスウェットとか着てのコートだったりする時もあると思いますので、まあ、サイズ感って難しいですよねこうアウターアウターってインナーとか T シャツみたいに気軽に買えないんでそこら辺ちょっと慎重にならないといけないのかなって最近思っておりますね でだからセータータなんですよ,セーターなんですよこれのこのねブラックがすっごい気になってきて何でいい,ないいのかなっていうふうに思ったらこれブラック多分一色じゃないですよ若干こうグレーというか白というかですねその辺りが混ざってる感じなんですよねで気持ちこう高いでしょでここのところもね切り替えが入ってるんですよね裾のところもですね切り替え入ってるんで この辺りはですね、ちょっとほんと、欲しい。これは欲しいなっていうふうに思っちゃいますね。これでいくらだ ?3,990 円プラス税でしょう。これはブラックやっぱ、ブラック,ラックいいなで。サイズなんですけれども、さっき着丈見たらね、結構短かったんですよね。で、L サイズで64なんですよね。僕結構着丈があんま短いと多分着なくなっちゃうタイプなんで。 できたら70ぐらい欲しいけど70だったら XXL とか絶対でかいよなだから XL もしくは L どっちかかなと思うんですよねあと気になるところでこれがねウール100%なんですよウール100%だからそのチクチク具合ですよねやっぱここちょっと高さが4センチぐらいさっき書いてあったんですけどあるんでここの首に当たるチクチク具合によってはうーんというふうになるかもしれませんねでもかっこいい。 なんかかここのセータータっっいいなと思ってそれからですね気になるアイテムがやはりこのコーデュロイシャツでございますスタンドカラーのコーデュロイシャツやっぱりこの黒がいいなっていう風に思ってるんですよで実際これもう店舗で発売されてるので試着してみました、まあ、ML、まあ、どっちかかなっていう風に思ってるんですけどおそらく L 行くかな買うんであればやっぱりゆったりに行きたいなっていう風に思っててただね このボタンが気になるんですよボタンが白じゃないですかできれば黒がいいもし買うんだったら僕ボタン付け替えますちょっとプチカスタムでね付け替えると思いますゆったりでねちょっとパンツとかもさちょっとゆったりしたものでざっくり着たいなっていうふうに思ってますねこのコーディロブラックのシャツで狙ってるっていうかいいなと思うのはこのユニクロ U のものと無印良品の ワイドフィットだったかな。まあと、襟付きのタイプと、ボックスシルエットか、ボックスシルエットの、えー、素材がフランネルのボックスシルエットの黒と、スタンドの黒があるんですよ。そのね、えー、このやっぱその3つはやっぱ多分買っちゃう可能性高いですね。できたらこう、ちょっと安くなった時とか、まあ、期間限定価格で買いたいなと思うんですけれども。あとは、これ。やっぱモックネックプルオーバー長袖。 こちらの、まあ、カラーがグレーと、えー、ブラック、ナチュラル、えー、ダークブラウン、マスタード。まあ、ダークブラウンとかマスタード着たいのは着たいんですけれども、多分ね、頻度的には多分着なくなっちゃうんですよ。少なすぎて。すごいかっこいいし、いや、かっこいいな、着たいなと思うんですけども、着る頻度が少なくなっちゃうと、やっぱ絶対着なくなっちゃうんで、 飽きちゃうんで、やっぱ着る頻度高く。見積もったら見積もったのかどうかわかんないけど、ブラックとかナチュラルに落ち着くんだろうなっていう風に思ってますね。うんね、やっぱ今年はやっぱブラック系多くなりそうですね。でこのね。ヘロン t もまあそろそろね。ちょっと本当あの日中はまだ暑かったりするんです。けれども、様子を見てまあ、ホワイト、ブラック、ナチュラル、その辺り行くかなっていうような感じもありますね。 本当はね、このダークブラウンとかマスタードとかいいかなとか思ったりもするんですけれどもやっぱ着なくなっちゃうんですよねまあ黒とか絶対的に着るんで,で L サイズですねやっぱゆったり着たいんで L サイズいくと思いますでスウェットパーカーはもうこれで満足してるんでもうこれで OK です黒だしねでセットアップできたいなからセットアップできたいなと思って スウェットのパンツですねこの前から欲しい買うとか言ってたんですけれども、えー、季節も進みですね実際ね買おうかなっていうふうに考えておりますただただただこのね新作は別にいいかなと思ってまだなあのこの春夏のタイプのスウェットパンツが近くのユニクロの店舗で残ってるんでブラック行こうと思っております そんな素材とか変わらないはずなんですよね。まあ多少のね、こう、アップデートみたいな感じではあるとは思うんですけれども、まあ自分が買うんだったら春夏のものでいいかなっていうふうに思ってるんで、あとはさ、えっ、ー、とね、まあこの辺りそんなもんかな。やっぱこのね、コードロイパンツ、ワークパンツですね、は気になるんですよね。これだから実際履いてみたい。 履いいてみたいけれどもカラー問題ですねグレーがいいかなもうこの2色カーキがとかなんかオリーブがあったらオリーブ行きたいなと思ってるくらいなんですけれどもまあ実際でもないですからね、まあ、ダークグレーを試着してみていいなと思ったら買うかもしれないやっぱシルエットがねストーンっていう感じでさかっこいいんですよねあ ここ、僕、見過ごしてません。もしかしたら。ここ、ここ、ちょっと、見過ごしてた。見過ごしてた。これ、あるんだ。あるんだ。そうか、あるんだ。かっこいいなと思ったけど、あるんだ。なるほどね。うん、ちょっと考えます。で、えー、これですね。バッグ。やっぱり、こう、ミニーポーチというか、バッグっていうのはやっぱ好きなんですよね。パテットモバイルバッグということで、 このさ、薄さ薄薄さいんですよで薄さといえばこれ2017年ですかねユニクロ U のこの薄さこの薄いさこれがやっぱ未だにね持ってるってことはねめちゃくちゃ気に入ってるんですよめちゃくちゃ気に入ってるんですよやっぱこれの感じのこの薄さっすよねしかもこれ黒あるんで黒いこうかな 黒いこうかな、えー、最近だったらあの、まあ、ちっちゃいバッグだったら無印良品無印の無地ラボか無地ラボの巾着サコッシュとか買ったんですけれども、まあ、カラーがねちょっと違うベージュとかだったんでこれ別にこうブラック行ってもいいかなっていうふうに思っちゃったりするんですよ。このコンパクトなところがすごいいいしユニクロ U だったらねただここら辺のこのジップのところには何かこう。 革紐、ね、つけたいなっていうふうに思っちゃったりもしますけれどもねえー、っとキャッシュレス時代にあったコンパクトバッグいいっすねいいっすね、まあ、こんな感じでございますかねとりあえず録画を止めますはいということでですね2020年ユニクロ U のですね秋冬コレクション週末に発売されるということで、まあ、実際ね店舗に行って、まあ、試着してみてとかちょっといいや。って。 でまあ、どうしても欲しいものその時に欲しいものがあれば買おうかなと思うんですけれども、まあ、そんな、ね、無理して買うこともないかなとかいうふうに自分は最近思ってるんで,でこれは絶対買った方がいいとか、まあ、その辺りも正直なの好みの問題だと思いますのでまたね自分が好きなもの好きなカラー好きなサイズをですね、まあ、選んでチョイスっていうかさ、えー、選んでチョイスも一緒か、まあ、その辺りに好きなものがあれば買っていこうかなと思います多分だからえー、っと まあ今週のどこかでですね、まあ、ユニクロ U の,このね春夏に出たスエットパンツは買っておこうかなと思います。何でかって言ったら、なんか今ちょっと一瞬思ったんですけれども、9月18日になったら、その商品が、ね、店頭から引かれる可能性があるじゃないですか、だから本当、今日明日中にスウェットパンツは990円プラス税になってるんで。 黒でね買っておこうかなと思っています、まあ、それでセットアップ満足かなっていう形でですね今日は終わりにしたいと思います皆様えーと何かねこれは絶対買うこのサイズこのカラーこのこのカラーのこのアイテムでこういった感じでサイズを着たいとかあればですねまた教えていただければまたねこういろんなこうねファッションの幅っていうか あ,あ、こんな感じの着方もあるんだっていう風にね自分自身もですね知ることができますのでまあそのあたりシェアしていけたらいいかなと思いますという形今日は終わりにしたいと思いますでは本日もご視聴ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう いやほんとねね、あのー、楽しみです、ねえー、9月18日やっぱ秋冬新作が出るとなると、まあ、買う買わないほんと別としてやっぱこういろんなものをこう見て感じて、まあ、実際着てみて、ね、やっぱ秋冬のねやっぱアウターとか、ねまあ、今だったら半袖とか1枚じゃないですかやっぱアウターとか入ってくるとまた洋服のこう着たい幅とか、まあ、こんな感じで今後着ていきたいとかふうにちょっと変化していくじゃないですか。 そこがやっぱ楽しかったりするとは僕はね思っております。